今日はあと一品何か足りないっていう時に、冷蔵庫にキャベツがあったらぜひ作ってみてください。超簡単キャベツのグリル作っていきたいと思います。キャベツ、1/2 個使っていきますが、さらに4等分にして鉄板に並べていきます。ちょっとだいぶ周り使ったキャベツなので小ぶりです。はい、軽く表面に塩をして、ボウルにマヨネーズ大さじ2、ニンニク、ちょっと空いてませんでしたが、このチューブのニンニク少々、ちょっと開けるのに手こずってしまいました。牛乳で伸ばしていきます。牛乳も少々入れてマヨネーズを伸ばしていきます。はい、これをキャベツの切り口にたっぷり塗って、220度のオーブンに予熱しておいてください。オーブンで20分焼いて、こんがりマヨネーズが焦げたら完成です。料理毎日アップしております。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。